はい、こんにちは、みずくんです。今日はですね、またちょっと撮り鉄のスポットに今からなんですけどね、行ってみようと思います。で、今日行きたいのが、ちょっと時間があるので午前中大和西大寺まで行きたいと思います。ということで、ね、大和西大寺といえばもう近鉄のね、撮り鉄のスポットの聖地みたいなところなんでね、ちょっと行ってみたいと思います。まあ結構ね、やっぱり、まあ、また説明しますけど、私鉄でね、あんだけ交わるような路線単独でね、 JR 乗り入れとかだったら多分結構複雑路線もあるんだろうかなとは思うんですけど、近鉄のみでね、あの複雑路線はなかなかないんじゃないかなという感じで思っております。ということでね、今ね、伊勢中川の駅にいます。時間が8時半、ね、こっからね、京都行き特急乗ってね、行きたいと思うので、まあ、伊勢中川の駅でもね、すごい十分複雑なんですけどね、山田線、大阪線、名古屋線と絡んでるんですけど、まあ、これ以上にね、これの倍はね、すごいところになってるんでね、ちょっと行ってみましょう。はい、それではよろしくお願いします。行こう、近鉄特急乗る。さあ、伊勢中川のコーナー入ってきました。すごいっすよね。あ、短絡線、アーバンライナー、これ複雑やもんね。これでも全然十分やのに。近鉄特急が3つも並ぶんよ、これ全然取り立つとしたらいいのにね。すごいよこれ、京都行き特急、名古屋行き、あれは賢島か。よし、これだけですごいもんね。
いやーマジすごいっすよ。やっぱり伊勢中川もすごいと思うけど、伊勢中川雲泥の差ですねこれ。よし、すごいすごい、次々に来る。大和西岸芦原に凄まじいな。すげえ。これは正直ね、一日いても飽きないんじゃないですか。
すさまじいの一言です。もうアナウンスも何言ってるかよく分かんないですもんね。なんかあちこちでなってるから すごいねこれ。いやー、たまげた。さっきと反対側に来ましたが、まあこんな感じです。まだね、大和西大寺ついてから30分も経ってないんですけど、まあこんな感じでひっきりなし行きます。これはね、本当近鉄大ファンには とってはね、もうここは聖地ですよ、間違いないです。しかもいろんな車両見れますからね。はい、まあもうちょっと行ってみましょう。これ電車行きましたね。神戸三宮行き、これが行きました。これが行った直後に待ち構えてますね。待ち構えてますよ。もうすごいよねこれ。
すごいです。鳥鉄さんがいっぱいいる。鳥鉄さんがいっぱいいる。なかなかもう新参者なんで入りにくいですやん、もう。ということで、すごいですよ、やっぱり。はい、いやすげえな、これほんと。これは何なんでしょうか。近くまでどうぞ。はい、すごいね、これ。私が言うのも、ご利用の施設も右のボタンから選択してください。ああ、展望デッキ。大和西大寺駅に発着する電車が上から一望。ぜひ一度行ってみてください。行ってみます。考えすぎてもいい。よし、すごいね。いや、栄えてるわ、これ。あ、すげえ。すごい、すごい、すごい、すごい。お花とか。上等カレー。お肉屋さん。オス。おお、すごいな。こういうところもあるんですね。はい、ということで、すごいですよね。まあ、そんな感じでね、今度、大和西大寺の外を出てみましょう。大和西大寺の外もね、結構ね、魅力のあるところが結構あるんで、外出てみます。山郊外に。結構ね、前半と後半で分かれるかもしれないですけどね、ご了承ください。結構長くなっちゃうんで。はい、また西大寺は戻ってくるんですけど、最後乗るからね、伊勢中川まで戻らないといけない。乗りますけど。外出ましょう。ありがとうございました。